こんにちは、西山です。西山ラジオボリューム祝10回目となりました。パチ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 、おめでとうございます。誰も言ってくれないから自分で言うしかないね。まあ、三日坊主で終わるかと思ったこのコーナーも、10回目、迎えております。まあね、ラジオ風トークコーナーという形でお送りしておりますけれども、西山の普段のね、日常生活だったりとか、普段なんかこう何気なく考えたり思ったりすることをひたすら一方的に喋るという、トークコーナーでございます。まあね、いつも聞いていただいている方もおられると思いますが、今回から初めて聞くという方もおられると思いますので、まあいつも通り説明すると、ちょっとね、こうギターを持ちながら坂崎幸之助さんスタイルでね、ポロポロこう曲を弾くわけじゃないんですけど、ギターをつまみ弾きながら、いつも思うことをなんかね、こう皆さんに語りかけるというかね、そんな感じでお届けしております。はいはい、ということで、まあ僕は相変わらず元気に、体調はね、いつも通りな感じですけれども、花粉がね、まあでもまだ寒いですから、鼻ちょい詰まり程度で抑えてますけどね。でもちょっと詰まってるの分かります？この鼻の感じね。まあちょっと、まあマイク通すと分かんないかな。どん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 、でも3月になると詰まってきますからね。まだ序の口ですけども、ちょい詰まりになってます。なので、ちょっと鼻詰まってんなと思っても、ちょっとね、お聞き苦しいとこあるかもしれませんけど、お許しくださいませ。ということで、僕はですね、まあ、花粉症大変なんですけれども、見ましてね、この前からAmazon プライムっていうやつを、あんだけアマゾンプライム入らないって思ってた人間がもう、ついポロッとなんかね、ボタン間違えておっしゃったことによって、加入しちゃってるんですけど、もうめちゃめちゃ満喫してますよ。もうアマゾンさん様々でございます。何を見たかというと、まあ、この前その最初に言ったのはその鬼滅の刃さんをね、もう気になって全部見て、本ね、デジタルブックでダウンロードしてね、もう最後まで読みましたけれども、もう鬼滅の刃にあんだけハマっちゃったから、もうこれ以上ハマるもん最近なさそうだなと思ってて。でもなんかね、その花粉症なので、やっぱちょっとこう、なんだろうな、普段よりやる気が起きないって言ったらなんか申し訳ないんですけど、やらなきゃいけないこともいっぱいあるんですけど、なんかこうやっぱりね、花粉症の時期はね、ぐでーっと、ぐで玉、ゆで玉だっけあれ、ぐで玉だっけ、あのキャラみたいにさ、ぐでーってなっちゃうの。なんだろうね、いや、これやらなきゃいけないんだよなって分かりつつ、分かってるんだけど、あと10分したらやろうと思って、で、10分経ったあと10分したらやろうって思ってたりとかね、ずっと、それで1時間無駄に過ごしちゃったりすることがあったりするんですけれども、なんかね、それでね、3日前だっけな、3日前ぐらいですね、の夜に、今日ダメだと思って、今日なんか、別にその体調不良じゃない、まあ、花粉症が体調不良、難しいね。花粉症だから、その、こう、ぐでーってなってるだけで、体自体は元気なんですけど、やる気がやっぱり出ないんですよ。まあ、鼻も詰まってるし、目もかゆいし、なんかこう、スイッチ入んないな、みたいな日があって。でも、こういう時は、なんていうかな、さっさとお酒飲んで、もう早く寝ようと思ってですね。明日になったらちょっと楽になってるかもしれないって、こういうちょっと希望を持つんです、花粉症の人は。決して明日を迎えたところで、楽になってることはないんですけど、今日はもう早く終えたいという、そういうなんかね、気持ちになるんですよ。んで、そのお酒買ってきて、で、まぁ、ちょっとネット見てて、あ、まぁ、Amazon プライムでなんか面白そうな映画があったら、それ見て寝ようかなと思ってて。んで、そのいろんなこう、画面で選べれるわけですよね。まあドラマだったり、映画だったり、ドキュメントだったり、そのコメディだったり。それでずっとね、これいいかな、あれかいいかなって言って見てて。で、その、なんちゃかな、タイトルを見ててね。んで、ぽっと目に入ってきたのよ。画面の右下あたりに。結婚できない男っていうね、もうまさに俺みたいなさ。あ、なんだろうこれと思って。で、まあ、阿部寛さんの、主演のドラマなんですけど、僕は、そのドラマを知らなかったんですよ。で、見てみたら2006年に放送された番組なんですけども、2006年僕何してたかなと思うと、まあ、家にテレビはなくて、まあ、あったんだけど、東京出てくるときに、まあ、うち実家電気屋なんでね、そのちっこいテレビを親が、まあ、なんちかな、与えてくれてっていうかね、引っ越し業者にこう乗せてくれて、持ってきたんですけど、もうテレビも見るとギター練習しなくなっちゃうからっていうことで、
もうね、東京出てきて2年目ぐらいにもテレビをね、押し入れの、タンスの中、タンスじゃないな、押し入れか。あの、ドラえもんが寝てるとこは押し入れだね。押し入れの中にしまい込んじゃったんですよ。ほんで、もうテレビ全然見ない生活になって、で、その2006年頃っていうのはもちろんテレビ全然見てない生活だし、だからそんなトレンディーななんかね、こう、流行り物っていうのが、若いナウイヤングのあの人たちの、まあ、ギャルがまだ流行ってた時代でしょうかね。そういう、なんだろう、全然わかんなかったの。音楽一筋、もう夢追いかける、まあ、高青年とは言わ、自分では言わないけど、夢しかもう見ないみたいな、まっすぐそれしか見てないみたいな、そんな、人生を送ってたもんですからね。全然そんなドラマがあったこと知らなかったんですよ。んで、そのアマゾンプライムの、なんだか、なんちゅうかな、評価っていうんですかね、星マーク。あれ見るとすごい良くって、もうなんかこんな楽しそうなドラマ、楽しそうっていうかまあ、あのね、なんちゅうかな、お題のタイトルの下に、ちょっとしたあらすじあるじゃないですか、書いてるんですよ。でそのあらすじが、まあ、結婚できない40歳の安倍さん役、安倍さんの役の、桑野さんっていう役の名前なんだけど、桑野が、40歳で結婚できなくて、で、まあ、一人生活満喫してるみたいなさ、そういう、まあ、入り口から入るんだけど、まさに俺じゃんみたいな。あと2ヶ月で俺40歳になっちゃうんだけど、みたいな。本当に。で、その、なんだろうな、もうタイミングなんでしょうね。アマゾンプライムさんのタイミングなんだと思うんですけど、当初は映画見て寝ようと思ってたんですけど、まあ、これをちょっと気になるなと思って、ポチッとね、押したら、その無料で、今無料期間だから、無料で見れるから、見てみたら、めっちゃ面白い。何このドラマと思って。これ全然うちの周りの友達とかこのドラマの話とか、なんかしてたっけっていうぐらい。全然そんなムーブメントになってるぐらい、このドラマのタイトルを僕は一回も耳に挟んだことはなかったんですけど、めちゃめちゃ面白くて。ほんで、もう全部見ちゃいましたよ。3日間、4日目かな？今日、4日目だから、3日間だね。昨日見終えたんですけど、全部ね。めっちゃ面白かった。見た人はあることは、あることはって言われて、見たことある人はたくさんいると思うんですけど、絶対見た方がいい。もう絶対見た方がいい。もう3回言う。絶対見た方がいい。めちゃめちゃ面白い。いや、このドラマさ、みんな知ってたのかな？いや、だからなんだっけ、ガッキーと星野源のやつとか、あと何？いろいろあるじゃないですか、そのみんなが盛り上がってたドラマ。いや、俺はそんなより全然この結婚できない男の方が100倍面白かったなっていうぐらい。まあ、なぜかっていうと、まさに自分とこう照らし合わせちゃうんですよね。まあ僕はその、まあストーリー言うと面白くなくなって、まだこれから見る人もいるから言わないけど、でも安倍さんっていうのは一人暮らしでね、やってるんですが、その建築デザイナーをされてて、まあお金もあるし、まあ一人でも生きていけるという、まあね、料理もしたりとかするんですけど、その一人を、まあ満喫してる40歳っていう設定なんですけど。まあ僕は別に料理得意じゃないし、お金も全然ないけど、でもまあ満喫してるっちゃしてるよねっていうね、その40歳でね。で、まあ好きな子たちは音楽やってるしっていう、まあだから、そういうサラリーマンとかそういう設定じゃなくて、まあ一個人事業主っていうか、そんな感じのまあ似たようなとこがあるんですよ。何よりね、似てるのがそのへりくつばっかり言うとことかね、うんちくが結構、ああだこうだ結構雑学を知ってるとかね、まあ、めっちゃ似てるわとか、あとね、掃除几帳面にするわとかね、物の配置が決まってるとかね、もう痛いほどわかるみたいなさ。ほんで、まあ、結構ね、ストーリーがすごく面白かったのと、そのキャストがすごい良かったね。で、僕もね、こう、ハマって見てて、あ、この女優さんが夏川由依さんっていう方なんですけど、僕全然知らなくて、夏川さんは、夏川って聞いたら夏川りみしか知らないぐらい、全然知らなかったんですけど、素晴らしい女優の方でね、だから安倍さんとのコンビが、素晴らしい。安倍さんも演技めちゃめちゃやっぱ上手いですね、あの人はね。その役に、もう、ぴったりカンカン、ぴったりヒット。ね、その台本通りの役をやる人なんでしょうけど、素晴らしいなと思いましたよ。久しぶりに、いや、ドラマでね、ハマったのって僕もう、あれですよ。その、中学校時代の、なんだろうね、その、キムタクさんとか、ね、出てた、ああいう時代の、まあ、ねえ、いわゆる、まあ、ちょっと昭和感ある感じの。あの時代の
のは好きだ、よく見てたんですけど、僕が20代の時のドラマって全然まあテレビ見てなかったから知らなかったわけですよね。こんな面白い映画あったんだっていうぐらいね、ハマっちゃってね、もう鬼滅の刃並みに、連続で全部見てしまいましてですね、本当はやらなきゃいけないことはいっぱいあるんですけど、こう見ないともういられないっていうぐらいハマっちゃって、でもよかったよ。絶対ね、見てない人はね、見た方がいいです。最近のドラマもいいのやつあると思うんですけど、いやもうね、15年前にこんな素晴らしいドラマ作ってたんだと思ってね。しかもなんかこう、まあロケ地っていうかその、なんちかな、設定の場所がね、目黒なんですけど、目黒も僕よくまあ、恵比寿によくね、仕事でギターレッスンで行くんで、まあ、目黒もちょっと自転車こいで行ったりするんですけど、あ、ここ知ってるとか、この場所知ってるみたいなとか、結構出てきてね、なんかもう本当になんか自分に当てはまっちゃうところが結構あって、なかなかね、面白かったなと思っております。まあ、ということでね、そのね、僕はね、結婚できない男、まあ、まさに安倍さんの、主人公みたいなことになっておりますけれども、まあ、いたたたたと、自分もこう見直さなきゃいけないなと、こんなこと俺も多分言うのはとか、あ、こんなことやってるなとかってこうね、まあ、自分に照らし合わせて見るいいタイミングになりましたけど、まあ、アマゾンさんがね、ちゃんとその選別してくれて出してくれたんだと思うんですけど、いいタイミングになりまして、まあ、こういうことしちゃいけないよなとかね、こうね、自分を自分で見つめるようないい機会になりましたと。でまあやっぱりね、その何ていうんですかね、普段まあギターばっか弾いてるから、最近そういうちょっとね、エンターテインメントっていうか、まあ鬼滅さんもそうだし、その結婚できない男もそうだけど、またね、こういろいろね、20代の時にやりたかったこと、結構20代の時ってそういう、なんだろうな、音楽以外のそのいわゆる人間としての楽しみ、その映画館も全然行かなかったしとか、ドラマももちろん見ないしとか、遊園地も行ってないしとか、そんな感じで来ちゃったんで。で、それで20代、30代で、まあ、その20年間ぐらいはそのまま来ちゃったわけですよ、僕は。なので逆に雑学は知ってるけど、あんまり他の世間的な流行りとか、こういう、なんちゅうかな、時代流れっていうのをね、把握しないまま来ちゃったんで、40歳はちょっとそれは、ね、少し意識していくべきだなと。まあ、いつまで経っても、なんかね、知らなかった、見なかったっていうよりは、まあ、タイミングがあれば、そういうのも見ていきたいなと思いまして。またなんかね、皆さんがいい、これ良かったよ、みたいなのがあったら教えてほしいと思うんですけど、今んとこ、今回のその結婚できない男の、ドラマを超すドラマは、そうそうなさそうだぞっていうぐらいハマりましたね。みんな、いやね、メンバーも良かったね。キャストね。個性的な。ストーリーが面白かったです。そして、まあ、昨日で一旦全部見終えて、まあ、心の中見終えてスッキリしたんですけど、その続編がね、2019年だからもう去年、一昨年になるのかな。続編が出てて、まだ結婚できない男って、まだっていうのが頭にその加わって、その安倍さん役が50何歳かになったやつの続編がまああるんですよ。で、それもまあ Amazon さんで見れるみたいなんで、また今度、時間ね、作って見てみようかなと思うんですけれども、僕、またそのドラマ見て50歳になった時に、ああ、自分こうなんだろうなってなってると、悲しいなと思いつつ。安倍さんのね、その桑野っていうその役をやってる桑野さんは、52歳でもまだ結婚できなかったっていう、ストーリーだと思うんですけど、なんかね、心が痛い、そういうなんかぐさぐさ自分の心に刺さるそのタイミングに見てしまったっていうね。20代の時にあのドラマを見てたら、まあなんかこうね、ああそういう人もいるよねみたいな、40歳で結婚しない人もいるよねみたいな、こうなんだろう、年若いのに上から目線みたいな感じで多分見てたとは思うんですけど、いやもうまさに40歳になろうとして、ああこうだそうだよねみたいな、なんかさ同情しまくるというね、まさかの展開になってきましたけどね。はい、ということで、まあ、ここ2、3日はそのね、結婚できない男っていうドラマにハマってしまいまして、もうまんまと Amazon プライムにハマっておりますけれども、まあ、このね、コロナ禍の中、いろいろね、自分の、まあ、できないこともいっぱいありますけど、そうやって、なんかね、ストレス発散っていうかね、気分転換になってよかったな、というお話でございました。ぜひ、まだその、なんすかな、ドラマ見てない方、見てほしいなと思う。これ、素晴らしいドラマでしたよ。もちろんその、笑いありの、ちゃんとオチありとかね、ですけども、
なんだろう、関西人が特に分かりやすいのかもしれないね。まあまあまあ、あんまり喋るとあれですからね。ということで、ぜひ見ていただければと思います。ではまた、まあ、今日はこんな感じであれですけど、また11回目にお会いしましょう。西山でした。皆さん、花粉症に気をつけて。ではね、バイバイ。